はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、シュウです。今日、終業式って形で今日から冬休みになってくる方が多いんじゃないでしょうか。趣味で理数問題解くの、まあ、シュウなんですけど、まあ、この2週間は数学と理科を毎日ですね、2本以上、投稿していきたいなと思います。皆さんと一緒に勉強できる時間を作っていって楽しく勉強していきたいなって思っております。その第一弾として今回は僕自身が自作問題を作らさせていただきました。まあよくありきたりの問題なんですけど、今年財布の定義が出てこないということが分かってます。なぜかというとコロナで範囲が狭くなったんですね、中学数学が。なので今回はまあピタゴラス数を、まあ財布の定理もその次の動画どんどん出していくんですけど、今回は財布の定理を使わなくても解ける問題となっております。はい、これ見た瞬間にピタゴラス数と思ってしまう人は逆に勉強ができている方ですね。ですけどピタゴラス数がなくても中3の財布の定理を除いて解ける問題となっております。はい、もしかしたら中学受験の方は小学校の掃除だけでもできるような問題となっております。初めなんですけど、ここ長方形だということが分かっています。この三角形は直角三角形です。でまた、ここは9センチ12センチです。今回のポイントですが、直角三角形というところがポイントになっています。で、今回、まあ初めなんですけど分かるところからやっていきましょう。長方形の性質で、ここの長さっていうのが9センチだということが分かってます。なのでここを9センチと書きましょう。またここの長さが分かれば底辺×高さ割る2でこの三角形の赤色の部分の面積は求まると思います。なのでここを X と書いておきましょう。はい、ここから手詰まりになるかもしれないですが、今さっき言った通りこの直角っていうのがすごい大事です。今からちょっとマークを書いていくんですが、そうですね、ここを丸にしましょうか。でここを角度をバツという文字にします。いいでしょうか。そしたら、初めなんですけど、ここの角度ってどういうふうに書けるかっていうところなんですけど、はい、ここって180ですね、大型の、ね、上下ね、180度ということは分かってます。そこから90度と丸の角度を引けばいいっていうことは分かるので、はい、ここの計算なんですけど、180度から90度と、はい、丸を引けばいいってことから、90度引く丸っていう角度が出てきます。はい、こんな感じで出てきますね。でその次がここがすごい大事なポイントになってくるんですけど、ここが90の時がここの×のところなんですけど、ここの三角形で内角の方は180度ということが分かってます。なので直角と丸を引けばここの×の角度なんですね。なので×イコール180度、内角の和から90度と、はい、丸を引けばいいと。そうすると90度引く丸ということが分かります。そうするとこことここが同じ文字式になる。また、こことここが同じ角度ということが分かります。なのでここが×ということが分かります。はい、そしたらその次にここの角度っていうのが×四角、×四角、そしたら丸、丸になりますね。なのでここの角度はちょっと見づらいですけど丸になります。はい、そうするとこの三角形と、はい、この三角形は相似であるということが分かります。そうすると四角と×、まあ直角と×の辺に対応しているのが四角と×、X ということが分かります。なので、はい、9センチ対 X センチ、この時に大きい方小さい方ってやります。イコール、また大きい方小さい方でやっていきます。大きい方が四角丸、四角丸、対応するのは12対9です。なので12対9センチと書きます。はい、そしたらこれを計算していきます。その前にここが簡単な整数になります。なので、はい、4対3って書いておきましょう。計算が楽になるんですよね。そしたらその後に内かける、はい、外をやっていきます。
たら x×4 4x=9×3 9×3=21 4で割ると4分の27センチと出てきます。そしたらここが、はい、4分の、はい、27センチということがわかります。ここでちょっと分数になった時にちょっと難しいなというか、なんか合ってるかなという時に確かめる時は4対3、まあここは4対3なのでここも4対3になればいいです。なので頭の中で4倍したら27、ここも4倍してください、36です。27対36、まあまあ36対27した方かな、36対27になると思うので、これを9で割ると4対3、あ、合ってる合ってるという感じで確かめ算をしたらいいと思います。そしたらこの計算は合ってるということが分かるので、最終的に三角形の面積は底辺×高さ割る2、もしくは×2分の1ですね。なので、まあ、三角形の面積は、はい、4分の27センチから高さ9センチ×はい、割る2もしくは2分の1をすればいいということが分かります。そうすると、はい、4×2、27×9 です。4が8、9、1、63、9、2、18。ってことは243ってことわかるので、答えは8分の243平方センチメートルが答えとなります。はい、どうだったでしょうか。今回の問題は、ここを見たときに三平方定理を使えばいいんですけど、まあ使ってもありなんですよ。で使ってもあれなんですけど、まあ、今回の範囲で三平方定理がないというところで、今回入試って中3特にそうなんですけど、比で勝負されると思います。なのでそういった比のところをしっかりと把握することはすごい大事で、効率的にいいと思いますので、こういったところを練習したらいいと思います。はい、今回の問題が面白いと思いましたらグッドボタンよろしくお願いいたします。また、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録ぜひともお願いいたします。今日はまた毎日投稿させていただきますので、次の動画で面白い動画出していきますので、またお楽しみにしてください。それでは次の授業で、それではまた、じゃあね、バイバイ。